一応これでも俺が用意できる船の中で一番でかいんだ。稲妻で最も頑丈な木材を使ってる。まあ正直こいつであの雷雨に挑むのは危険だろうな。これは最後の手段や。うちかて作次郎をこれに乗せるんは心苦しいしな。にしても光一、また腕を上げたんやないか。勘弁してくれ。全部仲間たちのおかげさ。バレないようみんなで作業を分担して夜にこっそりと組み立てたんだ。大きさはこれが限界。これ以上大きくしたら天領奉行の目をごまかせなくなる。わかった。ほな船は一旦ここに隠して、うちらは作次郎にこのことを伝えてくる。だんだん不安になってきたぞ。こんなことしたらお前も共犯扱いで天領奉行に追われるんじゃないか。せやからなんや。この件に低下した時から心の準備はとうにできとる。うちはシャブ業とよう協力しとる。稲妻で何らかの行事をやるって時は他の二つの奉行も依頼してくる。おとなしくしとけばそうちょっかいは出してこうへんよ。それに共犯言うたらあんたらも行さん手伝ってくれとるやん。そうだな。今さら抜けたって手遅れか。ん？ああ！おお、経験者やったんやな。心配しとったけど杞憂やったようや。ほな光一、今回はほんまにありがとうな。花火ももう完成しとるから出会いとる時に取りに来てや。ついでに父ちゃんから船の代金もろうといて。もらならいいって。それにお前にもらを支払わせたなんて姉さんが知ったら俺が怒られるだろ。姉さん？うちが説明したる。うちも父ちゃんから聞いた話なんやけど、昔稲妻にとある紹介があってえらい盛んやったそうや。当時同じ時期に子供が十数人生まれてな、その子らは幼い頃から親に商売を叩き込まれてきた。みんなえらい仲良しやったらしい。ほんである日みんな独立して新しい生活を始めたんや。でも商人やからあちこち行かんとあかんやろ。そのうち会える時間がどんどん少なくなってもうた。そして一番上の兄さんが提案したんだ。別れる前に一緒に花火を見ようって。みんな高い志を持っとって商売に自分なりの見解を持っとった。だんだんとみんな稲妻を離れてって残ったのは光一だけになった。全員揃うんは無理やけど、誰か一人でも帰った時は花火を見るんが恒例になっとる。ああ、親しい人でも長く離れていると壁を感じるようになる。それは仕方のないことだ。でも一緒に花火を見上げてる時は一瞬だけ子供の頃に戻れた気がするんだ。あの頃の思い出は俺たちにとって永遠に変わらないものなんだよ。なるほど。宵宮が前に言ってたお祝いってこういうことを指すんだな。そうや。せやからみんなの花火への期待を裏切るわけにはいかへんのや。ほな作次郎が待っとるしそろそろ行こか。光一、船のことありがとうな。ああ、俺もここから離れるとするよ。捕まるのはごめんだからな。光一が紹介の友達を紹介してくれるたびに子供の頃のうちと遊んだって言うんやけど、小さい頃のことやし、それに人数が多すぎてよう覚えてなくてな。ほんである日光一がまた見たことない友達を連れてきた時、ついこう言うてもうたんや。せや、昔遊んでくれて抱っこしてくれたやろ。そうなら光一に笑われてな。そいつは大工をやってる友達で老けて見えるけど、うちとそんな年が変わらんかったんや。気まずいし恥ずかしいしで顔真っ赤になってもうて、うちずっと謝っとったわ。
できたで。場所は地図に印つけといたから確認しといてや。それと食料と水を用意しとき、備えあれば憂いなしって言うやろ。うん、でもせっかく帰ってきたんだ、もう逃げたくない。それに小舟一つで雷雨に挑むのは無謀すぎる。せやけど天領奉行に捕まっても結末は同じや。遅かれ早かれここにも天領奉行は来る。悠長に捨てられへんで。すまない、本当に奴らがここまで来たら早々に逃げるよ。君に迷惑はかけない。謝らんといてや。万が一の状況になってもうちがどうにかしたる。ほんまに天領奉行に追い詰められた時は迷わず船へ逃げるんやで。うん、絶対に捕まらないようにするさ。でもこのままじゃ稲妻に帰ってきたのはとんだ無駄足だ。こうまでして稲妻に帰ってきたのにはなんか理由があったのか。昔の僕は稲妻が嫌いでこの国を離れたんだ。でもそれは責任から逃れるためだった。そのことに気づいてからずっと心がモヤモヤしててね。稲妻に置いてきたものを思うと、いやもう手遅れなんだ。心残りを埋めようとした結果がこの有様ってわけさ。そっか、おいらたちがもっと早く相談に乗ってれば。ほんま鎖国なんてなければええのに。大丈夫や、せかしたりせえへんから。あんたが決心するまでもうちょい時間を稼いだる。天領奉行、天領奉行が邪魔せえへんかったらどうにかなるのに。あ、そや、常連さんの中に老夫婦がおったな。確かそこの息子さんが天領奉行のお偉いさんやった気が。とりあえず会いに行ってみるか、どうにかなるかもしれへん。でも通報される可能性もないか。心配あらへん、めっちゃいい人やから大丈夫や。あんたは部屋に隠れとき、うちらがパパッと行ってくるさかい。さあ急ぐで、時間があらへん。あかん、まだ花火と花火の材料と注文がぎょうさん残っとるんやった。父ちゃん、父ちゃん。なんでオイラの言葉を途中で遮ったんだ。今のあいつに必要なもんは答えやなく時間やさかい。いらっしゃい、どうぞ上がっていって。お隣の方はお友達。そや、遠いとこから来た旅人や。他の国から今の稲妻に来るなんて大したやつやろ。そうだったの、今は大変な時代だもんね。稲妻人として恥をかかないようしっかりおもてなししてあげないと。せやな。それと二人の花火持ってきたで。おお、ありがとう。毎年世話になるね。昔はお父さんに、今は宵宮ちゃんに。生きてるうちに長野原花火屋の次期当主を見れるといいな。大丈夫やって、まだまだ元気やんか。縁起の悪いこと言わんといて。でももう昔ほど元気ってわけじゃないのよ。昔は田植えをしたり水を運んだりしても大丈夫だったのに、今は少し働いただけで腰が痛くなるの。昨日も雑草を抜こうとしたら腰を痛めちゃってね。そうやったんか。ほな、うちが草刈りしたるで。大丈夫だよ、せっかく宵宮ちゃんが来たんだ、働かせるわけにはいかない。
お茶と菓子を持ってくるから、ゆっくり話そう。気にせんといてよ。昔もよくお手伝いしとったやろ。最近は花火大会で忙しいけど、落ち着いたらまた来るさかい。そうそう、おいらたちにとってこれくらい朝飯前だ。遠慮するなって。まあ本当にいい子たちね。うちのことは大違い。いい年して結婚もせず家にも帰ってこないのよ。それじゃあお言葉に甘えて手伝ってもらおうかしら。それと草刈りの他にもこの大根漬けを村の向こうに住んでるサトルさんのとこまで届けてくれる？わかった。ほな行ってくるわ。ついてきてくれるか。じいちゃんもばあちゃんも足が悪いんや。草刈りしたら大根漬けを届けに行くで。これで十分やろ。サトルおじちゃんは村の向こうに住んどる。行こか。サトルおじちゃん、最近調子はどうや？ぼちぼちだよ。特に変わりはない。あんたも相変わらず元気そうで何よりだ。みんなのおかげや。それに商売も順調でな。こないだリーユエにおろした花火が大好評やったみたいで、注文が増える一方や。大変そうだな。龍之介さんと二人でやっていけるのか。無理そうだったら俺に言ってくれよ。手伝いに行くから。平気や。花火のことなら無理なことあらへん。そうそう、これ香里ばあちゃんからのお届けもんや。大根漬け。おお、ありがとう。昔は大根漬けが苦手だったんだが、香里おばさんのを食べてからその味を忘れられなくなっちゃってね。今ではすっかり家族全員この味の虜さ。家族はみんな元気か？ああ、みんな変わりないよ。たまに喧嘩もするが、家族ってそういうもんだろ。そばにいてくれれば喧嘩したっていい。離れ離れになるよりマシさ。今谷さんとこはおじさんもおばさんも仲がいいけど、子供がめったに帰ってこないからきっと寂しい思いをしてるだろうな。見た感じ平気そうやったで。もう慣れてもうたんやろな。せやけどおじちゃんが言うことにも一理あるな。これからはもっと遊びに行くようにするわ。話し相手がおったら寂しさも紛れるやろし。ああ、今田村のみんなも宵宮ちゃんが来るのを楽しみにしてる。なんや照れるな。用事も済んだことやし、そろそろ戻るか。若い子はすごいね。早く終わらせちゃうなんて。若者は体力があって、お年寄りは知識と経験が豊富。せやからどっちもどっちや。そういえば今年で夫婦生活も50年目だな。ええ、一年一年ただ前を向いて過ごしていたらいつしか50年も経ってたわ。50年？そんな大事な日なのか。50年前、母さんが俺を追いかけてた頃が懐かしい。もう何でたらめ言ってんのよ。あなたが私のことを追いかけてたんじゃない。そうだったか。まあとにかく50年前の長野原花火大会で俺は母さんに結婚を申し込んだんだ。そして今こうして一緒に過ごしてる。本当は結婚を申し込む勇気がなくて
不安な気持ちのまま長野原に花火を頼んだんだ。花火が打ち上げられた瞬間もどんな言葉でこの気持ちを伝えたらいいのかわからなかった。でも空に花火が咲いて彼女の横顔を眺めていたら、その目に映る光がキラキラと綺麗で、気づいたら自然と言葉が出ていた。そして幸いなことに俺の申し込みを受け入れてくれた。この50年長いようで短かったわ。あっという間だったわね。共に歩んできたこの50年、ちゃんとお祝いしないと。50年の節目やって知ってたらもっと豪華な花火を用意しとったのに。大丈夫よ、昔のままの花火で十分。毎年花火大会で同じものを見てきたから、逆にそれじゃないと寂しいわ。花火を見るとあの日のことがよみがえるの。こんなおばあちゃんになったけど、過去の自分の判断に一度も後悔なんてしたことない。本当に仲がいいんだな。そうだ、俺たちのことはさておき、今は花火大会で忙しい時期だろ。何か用があったんじゃないか。あんな、実はちょっと言いづらいんやけど。作次郎が帰ってきたんだな。え、知り合いやったん？うちの子の幼馴染なの。小さい頃はいつも二人で遊んでたわ。お互い隠し事なんてないくらい仲良しで、一緒にいろんなところへ行ってた。だけどある日すごい口喧嘩をしてね、それっきり。あの頃の作次郎は外の世界に憧れていた。稲妻はあの子にとって平穏すぎたんだろう。けどうちの圭介は小さい頃から俺たちみたいな穏やかな暮らしに憧れてた。子供というのはひょんなことから大喧嘩をする。作次郎はたった一人でここを離れていったよ。そうやったんか。圭介は何も言わないが、俺と母さんにはわかる。あの子は悲しんでるんだ。それなのに本心を口にできず苦しんでる。意地になってるのかもな。その後圭介は天領奉行に入り、めったに帰ってこなくなった。他のことなら私たちが圭介に頼めば助けてくれるとは思うけど、作次郎のことになると難しいだろうね。そんな、こんな偶然ってあるか。そうやったんか。作次郎に帰ってきた理由を聞いても、過ちを犯したからとしか言うてくれへんかったけど、そんな過去があったんやな。あいつの決心がつかへん理由がやっとわかった。幼い頃は親友だったのに、今は天領奉行と、その天領奉行に追われる身になってるなんて。わかった。それなら無理に頼んでも逆効果やろな。作次郎はうちらで何とかする。だから二人は気にせんといて。この件は作次郎と圭介の二人で解決せなあかんと思う。元通り仲良くなってくれるといいんだけど。もうこんなにも時間が経ってるんだ。過去のいさかいもそろそろ水に流すべきだろう。どうしたらええんやろ。ひとまずこのことを作次郎に伝えに行こうか。
君や。大変や。ついさっき天領奉行の人が大勢来よった。え、なんでや。まさかバレてもうた。父ちゃん平気やったか。何もされてない。花火大会の準備で部屋中が火薬だらけやさかい、素人がいじくり回したら火事が起こるかもしれへんって言うたんやが、全然聞く耳持たんかった。作次郎がきっと中におる言うて。せやけど作次郎は事前に感づいて窓から逃げとる。天領奉行に捕まらんで済んだわ。おーちゃん参ったわ。作次郎まだ決心できてへんはずやのに。父ちゃんどこに逃げたかわかる？このままやと天領奉行に捕まってまうで。せや、名前名前。急にここに来るなんてきっとあのケイスケって人や。やないと密入国で人を大勢よこさへんやろ。いや、名前は分からへん。それに顔もよう覚えてへん。ただ向かった先なら分かるで、城を出てったわ。名前は、あー、よう聞こえんくて。名前なら聞こえたぞ。さっき知り合いのとこから鉱石を持ってくる途中ちょうど見たんだよ。先頭にいた人はケイスケって呼ばれてたと思う。やっぱそうやったか。おおきに。作次郎はまだ決心できてへん。このまま二人を合わせても問題が悪化するだけや。そないなったら取り返しがつかなってしまう。一緒に来てくれへんか。道沿いに手がかりを探すで。よいみや姉さん、フクロムシナを追い払う武器完成した。それなら龍之介おじちゃんに任しとる。後で見に行ってみてや。お姉ちゃん遊んでくれないの。かんにんな。お姉ちゃん他に用事があるんや。また後で戻ってくるさかい。せや、戻ってきたらアメちゃんあげとる。好きやろ。あ、まあやめちゃん。よっしゃ、アメちゃん大好き。それでな、聞きたいことがあるんやけど、さっき怖い顔したおじちゃんを見ひんかった？見たよ。誰かを追っかけた。あのおっさんたち、まさか妖怪を見つけたのか？いやいや、心配あらへんよ。おじちゃんたちの勘違いやから。あんたらはおとなしく城内におるんやで。花火大会が始まるのを待ちながら遊んどき。うん、おとなしくしてるよ。宵宮姉さんの言うこと僕たちちゃんと聞くから。こっちで間違いなさそうや。追っかけよ。作次郎がまだ決心してへんかったらうちらが助けるしかあらへん。あそこ見てみん、天領奉行の連中や。公務中だ。この先は立ち入り禁止になっている。作次郎と圭介、この先におるんやろ。大事なことを伝えに来たんや。立ち入り禁止だと言ったはずだ。ほんま邪魔やわ。しゃあない、少し痛い目にやってもらうで。ほな花火見えひん。するとは
いい度胸だな。このような所業、天領奉行は許さんぞ。どこに逃げようと必ず中罰を下してくれる。おっかないこと言うた割に逃げ足が早いな。無駄な時間を使ってしもた。この先におるはずや。行くで。その剣筋全然上達してないな、作次郎。お前に賞賛はないと十分に分かっただろう。最後に君の手にかかるとはね。負けを認めるよ。これも僕の運命。言い残すことはない。お前がこの国に帰ってきたのは俺の考えを認めたからなんだろう。好きに思うがいいさ。さあ、天領奉行まで来てもらうぞ。この船を作った者も処罰を免れないだろう。待ち！そう簡単に突き放したらあかん。お互いに言いたいこともあるんちゃうか。見覚えのある顔だな。確か長野原家で花火を作ってるおせっかいな小娘だったか。ここはお前の出る幕じゃない。下がってろ。大丈夫だ、宵宮。過去のことを語ってもどうしようもない。なら、なんで苦労してまで稲妻に帰ってきたん。散々迷っとったのは何やったの。こうやってちゃんと話したいからやろ。こいつと話すことなどない。お尋ね者と天領奉行の役人に話す余地などないのだ。かつての友情に免じて決闘の申し出を受け入れたまで。昔と変わらないふぬけた剣術だったがな。なんでそないなこと言う。もう嘘はやめえや。あんたの部下を見張り役に残して一人もここに近づけさせへんかったのは話す機会を望んでたからちゃうの。なんで二人とも話したいって顔しとるのに何も言わへんのや。お前の考えすぎだ。大体何も知らないくせして。いいよ、よいみや。この気持ちは僕だけだったみたいだ。あかん。まだ何もできてへんやろ。こんなん納得できるわけあらへん。今谷さん、決闘に慣れとるんやろ。ほな、うちとも決闘してや。うちが勝ったら本音を吐いてもらうで。もう本心を隠すんはやめるんや。作次郎、あんたもや。うちが勝ったら帰ってきた理由を言うんや。どんな結末になろうとも関係あらへん。絶対に言うてもらうで。こないな状況やないと、もう二度と言われへんかもしれへんで。もし、お前が負けたら。負けたら、作次郎と共犯やって白状したる。天領奉行の言いなりになったるわ。よいみや。その申し出、受けよう。長官、支援に参りました。雪を前。ここだよ。失礼。この剣は分かるかい。踊りなさい。逃げようなんて思わないでよね。いい子やで。言ってるで。こいつらただものじゃない。長官、もっと増援を呼んできます。下がれ。はい。ここには近寄るなと言ったはずだ。
全員下がれ。は、申し訳ありません。お前という娘は昔の作次郎みたいに頑固だな。どうして俺たちにまだ話す余地があると思った？それは作次郎が帰ってきた時、あんたのことは言わへんかったけど、花火の注文をしたからや。あんたの父ちゃんと母ちゃんから作次郎とのことを聞いたで。そん時に分かったんや、この花火にはきっと特別な意味があるって。やったら話すことなどないちゃうやろ。孤独を感じるために花火を咲かすわけあらへん。実はずっと迷いを抱えながら帰ってきた。昔の考え方が変わったわけじゃない。ただ今の自分は現実から逃げてばかりだと思ったんだ。僕はモンドの自由を、リーユへの契約を、スメールの知恵を、フォンテーヌの正義を見てきた。どれも僕にとって感慨深いものだったよ。稲妻を離れたことを幸せに思ったけど、その幸せに浸かる中、稲妻の鎖国令を知ったんだ。僕は逃亡者だ。でもその逃亡を英断だと思っている。そして僕が真になすべきことは、外の素晴らしさを稲妻に持ち帰ることだと気づいた。未だにここを変えたいと思っているのか？いや、もうそんな大層なことは思っていない。今はただあの時逃げた自分を恥じているんだ。君は逃げていないのに。僕の心にはしこりがある。君がどうなのかが気になった。そして運命に導かれるかのように帰りたいという気持ちが抑えられなくなった。俺は幸せではないな。ライデン将軍に憧れ、あのお方の言葉を胸に刻み、命令に従ってきた。だが今やっていることは、鎖国令に反するものを裁いたり、神の目を回収したりすること。こんなことのために天領奉行衆に入ったわけではないというのに、俺は正しいことをやっているのだろうか。船は見逃そう。え？お前をこのまま稲妻に残すことはできない。だからといって捕らえるのはもっとごめんだ。でもそんなことして上にどう報告するんだよ。俺を気にする必要はない。どうにかしてみせる。今の時代、国外にいる稲妻人が帰ってくるには複雑な手続きが必要だと聞いた。だが方法がないわけではない。お前に手を貸そう。それまでは外で待っていろ。道中死ぬなよ。安心してくれ、ケイスケ。また君と花火が見たいからね。ああ、また会おう。左遷は避けられないだろうな。俺もいい年して何をしているんだか。作次郎が逃走に使おうとした船だ。金製品臨時保管ということにして部下たちにここへ運ばせておいた。作次郎をここまで追い詰めたのも俺の計画通りさ。宵宮の言う通り、当時の俺は決心できていなかった。だが行動から俺の本音は漏れていたようだ。でもそれでええと思うで。その本音を全部口にすることで心のわだかまりがやっと解けるんや。ああ、今ようやくわかったよ。礼を言う。お前は思ったより頭が回るようだ。俺の頭の中を覗かれた気分だよ。うちはあんたの両親と仲良しなんや。父ちゃんも母ちゃんも優しい人やろ。せやからあんたも優しい人やと思った。長野原家の跡継ぎの噂は前々から耳にしている。おしゃべりな割には侮れない人物だとね。そうだ、俺が子供の頃に見た花火、長野原花火屋なら再現できるだろ。一つ作ってくれないか。短冊がないと無理や。その短冊は作次郎が持っていてもうた。そうか、ならいい。
そうへこまんといて。さっき言うたやろ、作次郎が帰ってきてすぐ花火を注文したって。あんたのためには作れへんけど、作次郎の花火ならあるで。このまま納屋に置いとくのももったいないし、今回は特別や。あんたにやる。ありがとう。気にせんといて。花火大会に遅れへんようにな。さっきの宵宮すごく強引だったな。うちはおしゃべりが好きやさかい、言葉には不思議な力が宿っとるって信じとるんや。会話せんと何も解決はできひん。ずっと問題は残ったままや。それでみんな解決する機会を逃してまう。作次郎と圭介は昔のようには戻れへんけど、せめて心残りは晴らすべきやと思うたんや。さあ行こうか。花火を見るにぴったりの場所があるんや。あんたらの花火は父ちゃんがうちの代わりに打ち上げてくれるで。あれは…ケイスケ…そうだよ、イミヤ、お前にとって花火って何なんだ。よ、イミヤ…し…今回の花火も泣けるほど綺麗やったわ。あれ、ほんまに泣いとるかも。目元が濡れとる。せや、最初に打ち上げられたやつ、あの金色の大きい花火は見たか。あれが父ちゃんに頼んであんたらに作った花火や。おお、ひときわ迫力があったから覚えてるぞ。それならよかった。あんたらの記憶に残るよう頼んだからな。どこへ行っても何があっても、不安を感じたり疲れたりしても、今日の花火を思い出せることを願ったる。きっと時が深まるほど、この花火はあんたらの心で綺麗になっていくことやろ。せや、あんたらもすっかりうちのお客さんやな。ほな、この短冊を受け取り。でも花火を見てる時の宵宮はまるで別人みたいだったな。ずーっと黙ってて何も聞こえてないみたいだったぞ。実は聞こえてたんや。ただ花火を見てる時は何も喋らへんのがうちの癖でな。自分の作ったもんが空に上がるのを静かに見送る、一種の儀式みたいなもんや。さっきうちにとって花火は何かって聞いたやろ。ああ、船を用意してくれた光一にとって花火は友情を記念するもの。
圭介の両親にとって花火は結婚を記念するもの。そして圭介と作次郎にとって花火は、そうだそうだ、新年。うちにとってはせやな、正直言うて考えたことあらへん。よう分からんわ。え、てっきりすごい答えが返ってくるかと思ったのに。今まで聞かれたことあらへんかったし、大して気にすることでもないと思うてな。たまたま長野原家に生まれて、たまたま父ちゃんから技術を学んだ。ほんでたまたまみんなと知り合うて物語を聞いて、大切な思いを花火に込めとることを知った。ほんの一瞬で消える花火は将軍様が求める永遠から一ちゃんかけ離れとるもんや。せやけどみんなの思いは消えへん。それが花火の存在する理由や。誰にも求められへんかったら花火は消えてまう。みんなが花火に思いを寄せとる限り、長野原はあり続けなあかん。やないとみんなをがっかりさせてまうやろ。うち複雑なことを考えるのはあんま得意やないけど、長野原家に生まれてぎょうさん綺麗な花火を作れてほんまに誇らしいや。稲妻城で過ごす日々も悪くないな。でもそろそろトーマと綾香が言った次の行動に移る時だよな。まずは木漏れ茶屋に行って、準備ができたらあいつらに会いに行こうぜ。